こんばんは、一兵衛です。今、羽村駅の駅前にいます。これから、羽村の関の夜桜を見に行こうと思ってます。はい、ご覧ください。通りにはですね、こうお祭りの提灯が出てますね。まあ一通りは今日は平日ですので、ほとんどありません。おお、やってるやってるやってる、いい雰囲気だね。まだまだつぼみがいっぱいあるね。ほんと一分咲き、二分にもなってない、一分咲きぐらいかね。一分咲きぐらいの感じですかね。ね、ああ、でもね、まあ咲いてるところなんかね、だ咲いてるところはたくさん咲いてるように見えるよね。あの辺とか、いい雰囲気だね。提灯の明かりに照らされて、なんかいい風情だよこれは。ほら、なんかいろんなお店が出てて、まあでもさすがに平日なんでそんなに賑わってはいないよね。さすがにまだやってないところもあるし。おお、富士宮焼きそばにチッキ&ビーフケバブとか、いろいろありますな。おお、いろいろ売ってるよ。たこ焼き、あ、今ちょうど夜の8時半なんですけど、模擬店の営業は どうやら8時半までのようですね。うん、これから撤収するような雰囲気です。まあ、今週末ぐらいがすごくこの辺は賑わうと思われますので、まあもしよろしかったら皆さんも桜見物に羽村を訪れてはいかがでしょうか。はい、ただいまをもちまして本日の桜祭りは終了となります。あ、本日の桜祭りは終了となります、お願い申し上げます。ということで、はい、じゃあ帰りましょう。